はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は新生浦和つ決起集会今年求めることと。 いうことで、えー、今年僕20年目なんですね、えー。ウラレッツ応援初めてね、もう20年目ということで、時の流れは早いなと思うわけなんですけれどもね、さあ、えー、今年ウラレッツ新しく生まれ変わろうとしております。まあ、毎年恒例ですけれどもね、去年は確かうちのチャンネル対象のウラレッツプラス九州税、えー、まとめてどんで決起集会やったんですけどね、えー、今年は極力1チームずつ、まあ、レビュープレビューもそうですけれどもね、えー、極力1チーム2やっていこうと思って、よろしくお願いします。 いたしということでございまして、こちらメインチャンネルでごすね。メインチャンネルの方ではジェリーが売られてた九州勢を中心として動画作っております。で、えー、今年も全試合レビュー、プレビューやっていきます。で、えー、同時視聴、生放送、開幕戦もや,やりますということで、今年も一年間よろしくお願いいたします。ということでございまして、早速やっていきましょうかね。まずこちら。 今期期待することと、えー、書いておりますけれどもね、まあ、ディフェンスに関しては今年も、えー、高いパフォーマンスが、えー、期待できるんじゃないかと思いますま酒、あ、井裕樹の復活まあ、下の方書いてますけれどもね、そこに期待しつつもショルツそして、えー、ホイ・ブラーテン選手の加入そして左サイドバックは、えー、小木原加入そして大畑選手今年やるんじゃないかそして秋元もいるということなんでね、まあ、ゴールキーパー含めてディフェンス陣に関しては、えー、今年も失点数は少なくね戦えることが できるんじゃないかだから逆に考えとね、この数年間、守備は安定して、ね、いるんですよね。だからこそ、オフェンス陣の爆発には、ね、期待したいところになってきますね。で、あとはだから、堺の復活ということでね、あんまり言われてなかったと思うんですけれども、堺のパフォーマンスには、個人的にあまり昨年、満足していないというか、本当、不用意なファール、不用意なカードがね多かったりとかね、ねあと、簡単にこうえ裏取られるとか、なんかそんなシーンもあったんで、ちょっとその辺はやっぱ気になる。裏を 捉えるというかこうえーかわされるという言い方が。 正しいのかもしれませんけれどもね、そういうシーンが多かったんで、今年こそ本当の意味で酒井宏樹の復活、本当ね、キャプテンにも就任していますしね、で、この酒井宏樹のキャプテンえ、就任祝いじゃないですけれどもね、これ、え2年ぐらい前ですかね、酒井宏樹がウラ列に加入した時のユニフォームを着て、現在え、期待を込めて話してるわけなんですけれどもね、で、あとだから ACL、入賞ですね、あんまりね、こうタイトル獲得とか具体的なことはあまり言わずに、僕は家庭を楽しみたいというかね、まあ、もちろん優勝とか、 タイトルというのは言わずもがない言わなくてもそこは狙ってほしいんだけどそれよりももうちょっとえこういうサッカーに期待とかこういう選手に来たいとかっていう方僕は結構言うタイプなんですけどただ、これ ACL も、まあ、目の前もあと1つ勝てば1つつか、まあ、えホームランダアウェーですけれどもねえ勝てばもう優勝のところまで来ているんでこれはぜひとも目指してほしいところですね。で リーグ戦国内で言うと、やっぱ得失点差プラス10ですね、なかなかこれがね達成できないんですよね、我々、ウラレッツはね、本当、こんだけ守備がね硬いからね、ね本当、もうちょっとね、この得失点差プラス10というのは、そんなハードル高くないはずなんですね、本当は、このこんだけ守備が硬ければですけれどもね、まあ、ただね、ねなかなか達成することはできないんで、得失点差プラス10というのは期待をしていこうと思ってますけれどもね。であとはだから最終的に本当 期待できるシーズン、まあ、昨年もそうなんですけれどもねやっぱり秋口に最近になってくるとなかなかこううわもう早く今シーズン終わってくんねえかなとか、えー、もう今年つらいぜとかあと何を目標に、えーね、これから見ていけばいいんだみたいなのがここ数年間、ね、秋口ぐらいから、えー、ついているんですよね今年こそはねあこんだけねいいサッカーができれば来シーズンもっと良くなるんじゃないかとか来シーズンも全部タイトル取れんじゃねえかぐらいの、えー、期待ができるシーズンで終わってほしいですね だから1年間通してこう、えー、期待とワクワクじゃないですけれどもねそこには、えー、期待をしていこうと思ってますけれどもねでもう1個、えー、後半戦優勝ということでね、まあ、もちろん、ね、1年目からリーグ優勝することができれば一番いいんですけれどもねただ、やっぱりこう新しい監督になって、まあ、そんな難しいことは、ね、今の監督はやらないスコルジャ監督は本当に難しい、まあ、こう選手がなかなかか、ね、選ぶ選、まあ、選手が選ぶというか、ねこうえー、活躍できる選手、できない選手がこうき きりするみたいなサッカーよりも割とまあノーマルというかねそういうサッカーなんでなかなかこう戦術の浸透に時間がかかるみたいなことはないと思うんですがしかしやっぱり新監督のもと監督自身もね初めての J リーグというのがあるんでただしこうねシーズンが進むにつれていってもうこうこ戦術がどんどんこう高まっていく中で後半戦ねこれ勝ち点だけ見るとあれ後半戦だけならウラ列優勝してねみたいなそういうシーズンですね前半戦はまあえベスト5トップ5ぐらいにいてほしいそして 後半戦一気にギアを上げていくで勝ち点上、あれ、これ、売られつつ今年ね、仮には優勝を逃したとしてもですけれどもね、優勝できなくても、あれ、後半戦の勝ち点だけなら、あれ、これ、一番じゃねみたいなシーズンにしてほしいってことで、これで来季への期待できるシーズンと、まあ、後半戦、優勝、得失点とプラス10、ここ3つはリーグ戦では期待していこうと思ってますけれどもね。<music> こ、えー、今年のキーマンでいうと、やっぱ大久保選手ですかね、まあ、やっぱ、ね、僕は、裏木チャンネルさんとのコラボでも話をしたんですけれども、ね、大久保選手に関しては相当高い期待を、えー、持っております、まあ、トップ下になるか、それとも、えー、左サイドハーフになるか、ポジションがちょっとまだわ、えー、からない部分もあるんですけれどもね、この大久保選手がどんだけ得点とアシストに関与することができるかどうか、間違いなく昨年の J リーグナンバーワンドリブラーというのも証明されております。まあ、オプタターさんのデータサイトによると、ね 昨年のドリブル成功率これが大久保選手がナンバーワンであったという数字がね出ているんで、この大久保選手がどんだけ相手を剥がして、特にも縦に速いってところを考えたときには、それこそね縦に速いサッカーをしたいのであれば、縦に速い選手を置くことがやっぱり理想にはなってきますんで、そういう意味では、それこそモーベルグに負けないぐらいの力、僕は大久保選手持っていると思うんでね、その身体能力の高さ、そこは大久保選手の売りでもあると思うんで、あとは今年の得点関与10ね、 これまあ得点とアシストのところですよね得点アシストを合わせた数字で言うとまあ10ぐらい、まあ、例えば5ゴール5アシストぐらいですよね、えー、それぐらいは、ね、残してほしい選手にはなってきますし僕は、ね、一定の出場機会数を得ることができると思うんでこれは可能じゃないかなと思います。まあ 特に左サイドハーフのところで言うと今関根ぐらいなんですね、まあ、試合に出てやれそうなのは関根ぐらいで、まあ、大久保、まあ、松,尾やっぱ松尾選手の移籍というのが本当でかくてね、まあ、本,当本当で言えば関根、松尾の左サイドハーフというので、今年一1年間やっていてほしかったんだけども、もただ、ね、松尾選手は、ね、残念ながら移籍ということになったんで、代わりと言っちゃなんですけど、もね、まあ、左大久保、まあ、トップ下で僕は今年やるんじゃないかと思っていたんですけど、もねただ本人も左サイドハーフをやるって話を、ね、している でそこは大久保選手ほんと尻を浮かせて欲しいまあこれよくね言われてますけれどもねまあ尻を浮かすサッカーというのを目指すのであれば僕の尻を何度でもこれ大久保選手に、えー、浮かしてほしいそこは期待していこうと思ってますけどもねはいってことで以上になりますねさえ今年もシーズン始まりますが、まあ、最初に言いましたけれどもね、えー、同時視聴生放送の方とかね、えー、レビュープレビブー全社やっていこうと思っているのことも1年間よろしくお願いいたしますということでございまして以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのつ包んでしたよかったらチャンネル登録よろし,くお願いしますさら